皆様、本日はお越しいただきありがとうございます。これより一般社団法人日本の伝統文化おもてなし協会主催の和文化体験ツアー一泊二日コースを開催いたします。私は本日和文化体験の案内役を務めさせていただきます、広末理沙と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 We'd like to beginA one-night course of monitoring tour by Japanese Traditional Culture Association. I am Risa Hirosue. I will be your guide for the Japanese Traditional Culture Experience. それでは、中国語の方の翻訳も行っていただきます。那我翻译一下啊，它是广播今天的司仪，叫广播理会。然后呢，今天我们来到这里是体验由这个当地的这个传统文化体验协会主办的文化体验活动，一晚两天的活动，欢迎大家的到来。然后下面有一个理事讲话啊，他会继续说。好，那个，まず最初に本日のスケジュールについてお話をいたします。First, we'd like to.Explain the schedule of today. 首先公布一下今天的会议进程。まず、この後は和文化体験を16時30分まで行っていただきます。本日3種類の体験を用意しておりまして、和室で、この後3組に分かれていただきまして、1つの体験につき30分ずつ行っていただきます。First, we are having the Japanese traditional culture experience in the Japanese room by 4:30. We'd like you to get into three different groups and we'll have three different kind of experience, which are 30 minutes each. 一会儿我们要分别到三个合适的房间，每个体验活动是30分钟，是插花茶道和书道。そして16時15分ごろまたこのホールにお集まりいただきまして、16時30分ごろにはこちらを出発し、ホテルの岩本楼にチェックインをしていただきます。でチェックインをしていただいた後、18時30分までは自由行動となりまして、岩本楼のお風呂に入っていただきましたり、今ちょうど開催中のイルミネーション湘南の宝石を見に行っていただいたりと、楽しく過ごしていただければと思います。 And then, please get together here at 4:15 and we are going to leave here at 4:30 to check in the hotel called 岩本楼。 After you check in 岩本楼、you have a free time until 6:30And you can take the bath there and you can go outside to see the jewel of Shonan, which is illumination here. 一会儿16:15结束以后，体验活动结束，我们到这里来集合，然后到岩本楼，也就是今天我们下榻的酒店去办理入住手续。然后呢，可能就是分波了，有的人就去上面去看这个点灯的这个夜景，还有的人就不愿意去的，比如说爬楼比较辛苦的话，就去温泉洗澡。就可以休息了，是这样。そして18時30分には岩本楼の宴会場に集まっていただきまして、ここで夕食を、召し上がっていただきます。その際には三味線の演奏もご披露いたします。またですね、そのお料理と合わせて日本酒の提供もございまして、日本酒講師である江沢の解説もお楽しみいただけます。At 6:30, please get together at the banquet of the hotel. We will have dinner with sake lecture and Japanese music performance at the banquet hall. 然后酒店入住办理好以后，18:30我们到宴会厅集合，进行晚宴。那个时候呢，由我们的江泽理事长会给咱们做一个日本酒的讲解，敬请期待。明日のご案内についてはまた改めてさせていただきますので。これよりは文化体験を行っていただきますが、その前に一般社団法人日本の伝統文化おもてなし協会を代表しまして、代表理事江沢丈司より皆様にご挨拶をさせていただきます。We will announce about the plan of tomorrow later again.
Before we start the cultural experience, we'd like to have an opening speech by Chief Chairman of JDCA, Joji Ezawa. 就是晚餐的时候他会讲解，但明天的计划我们一会儿再说。首先由我们这个当地的这个理事，就是协会啊，一般社团理事，江泽先生做开头的演讲啊，大家给一点掌声。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ようこそ江ノ島においでくださいました。こんにちは。ここ江ノ島は約1500年前、5つの頭を持つといわれる竜の暴れん坊の竜とですね、それをいさめた弁天様ですね、弁天様という神様が守っている島という神秘の伝説の島です。詳しくは明日江ノ島観光のガイドさんが、説明をしてくださいますので、ぜひそれをお楽しみください。 Welcome to 江ノ島 Island, which is known for its mysterious story. About 1500 years ago, the goddess called Benten defeated the five-headed dragon and carried out peace in this area. 这个岛呢有1500年历史，其实有人来过了已经知道了哈。为了镇压这个有五个头的这个龙，而且的性格特别的暴躁，然后呢变天这个神呢就镇压他，保护了这个岛的和平，是有这么一个历史的这么一个非常有意义的一个岛。そして今日橋を渡ってこられる時に富士山ご覧になりましたか？はい。はい。とても綺麗な富士山がね、こんな曇りの日にもかかわらず楽しんでいただけたかと思いますが、まあ、ここら西に位置する日本の象徴である富士山までの地下の洞窟でつながっているという説があります。今日お泊まりいただく岩本楼さんには洞窟風呂というのがあるんですね。まあ、時間によって男性と女性の時間があるので、うまく洞窟風呂に入れるかどうかは時の運かなというのはありますが、その洞窟風呂入られた時にはですね、ここがもしかすると富士山につながっているのかなというふうに想像していただくのも一つの楽しみかと思います。 Did you see Mount Fuji today? It's cloudy, but we hope you saw that. And there's also a telling story that the cave from Enoshima is connected to Mount Fuji. You could try the cave bath at Iwamoto Low depending on the time, which will be a great experience.估计大家过来的时候过那个桥已经看见富士山，日本的象征了啊。然后我们今天晚上入住这个酒店有温泉，这个温泉的水是连着富士山的地下洞穴的，所以是非常有意义。估计上次来的人大家已经知道了哈，所以是非常值得期待的啊。はい、そんな伝説の島江ノ島でですね、皆さんには本日、華道お花、そして、お茶茶道ですね、そして書道を体験していただき、さらには夜の食事の時にはですね、三味線の演奏、そして和食と日本酒の、体験をしていただくということになっております。申し遅れましたが、私日本先ほど紹介のありましたように日本伝統文化おもてなし協会の代表を拝命しています江澤常治と申します。日本酒学講師というですね、日本酒の先生の、資格を持っておりますので、今日はそれの担当ということで、どんな日本酒と料理を合わせたら美味しく楽しめるのか、そんなのを体験していただければと思っています。 We are very glad to have you try some of Japanese culture, such as traditional Japanese flower arrangement, tea ceremony and calligraphy. Also, you have wonderful dinner with sake and Japanese music performance.Which I will be interrupting about dinner. 一会儿我们要体验三种这个日式文化，一个是插花、茶道和书道，也就是书法。然后呢，我们晚餐的时候可以体验日本的旅馆的和式美食，以及日本酒。因为我们江泽老师就是协会的理事，同时又是日本酒的老师，而且我们今天还给大家助兴，请了三协的老师。所以说呢，就是非常可以期待今天晚上的宴会啊。さて、我々日本の伝統文化おもてなし協会という団体はですね、2020年にオリンピック競技が江ノ島にやってくるということで、
たくさんの外国人の方がこう来られる予定だったんですね、そしてその皆さんに日本が誇る伝統文化というのを体験していただくために、この日本の伝統文化おもてなし協会というのを、まあ、みんなで作ったんですが、まあ、残念ながらコロナのおかげで、はい、日本の伝統文化を体験していただくべく、来る方があまりいなかったんですね。ほとんどいなかったので、できないでいたんですが、まあ、とにかくこの富士山にですね、宿泊してそういう体験をしていただくことを皆さんにご提供する団体として、この日本の伝統文化おもてなし協会というのが設立されたわけです。 Our association JTCA was established in 2017 before the Tokyo Olympics to expand Japanese traditional cultures for foreigners and to get areas such as Fujisawa more popular. We expected lots of foreigners come to this area, but because of COVID-19, we didn't get through the idea we established for the first time. 其实说起我们这个是一般社团 JTCA 呢，是为了迎接2022年奥运会，大家翻墙到会场，大家看到了吗？上次来的那个地方哈，应该可以看得到，而且导游也会讲解。为了迎接海外的游客，我们成立了现在的这个社团，就是为了让大家知道日本的这个文化，包括我们这个今天体验的内容，就是非常就是希望外国人过来体验日本江之岛以及江泽地区的这些好处，所以非常欢迎大家过来，尽情的享受我们提供的服务。是，で今。新型コロナウイルスの影響がなくなってですね、またたくさんのお客様が江ノ島訪れるようになってきていただいたのですが、今一度我々はこの団体の発足当時にその理念に立ち返りまして、たくさんの外国人の皆様方に、日本そして藤沢江ノ島をですね、気に入っていただいて、また日本をご存知でない皆さんに素晴らしい場所、そして、ここが訪れるべき場所だということをまだ来てない皆さんに、皆さんのお知り合いにですね、お伝えいただければと願っています。 Now the affection of the pandemic is getting smaller. We'd like to get back to the first idea when we started this association. We hope that as many people can enjoy Japan with summer and Enoshima.虽然疫情已经退去哈，疫情期间我们成立这个社团，本想说为外国人游客提供服务，但是没有能达到我们的意愿。但是呢，我们回归初心，从现在开始，我们要为外国人提供更多的服务，也希望大家能够体验好，回去做一个口碑的宣传，你帮我们就是介绍一下，希望大家来日本，来江泽，来江之岛，谢谢大家。今日明日とですね、たくさんの文化体験、そして江ノ島観光を存分にお楽しみいただきたいと思います。以上で、挨拶を返させていただきます。ありがとうございます。We hope you have a lot of fun with us during this experience of Japanese culture and seeing around in Shima today and tomorrow. 有些朋友来晚了，可能没有听到，但主要的宗旨就是说，我们过来体验日本的文化。包括插花、茶道和这个书道、书法，然后呢，体验的好，希望咱们大家给宣传一下，做一个口碑宣传，还希望大家过来体验，这个多多的过来玩，多多的体验和住宿啊，谢谢，谢谢大家。はい、以上です。ありがとうございます。